レオン・ド・ロニーは、フランスの民族学、言語学、日本学者。1837年4月5日、ノール・ケン・ロースに生まれる。父、祖父ともに、有名な学者であった。当初植物学者を志したが、やがてコレージュとフランスで中国語の研究に没頭する。さらに、独力で日本語の研究を開始した。1854年、17歳の時に、 日本に関する最初の著作である日本語研究に必要な主要な知識の概要を発表した。この時、ロニーの指導でフランス王立印刷所で日本語の連綿大活字が作られた。1862年に文久兼王施設がフランスを訪問した際にはその通訳を務めただけでなく一行がフランスを出国した後も同行した。この間、 福沢諭吉や福知大地王子と信仰を重ねた。しかし、1864年に横浜佐賀断団パン施設団が彷彿した際には政府から日本人との接触を禁じられた。施設団の正士であった池田長発は江戸幕府がロニーを雇用することを提案しているが、これは実現しなかった。1863年、 フランス国立東洋語学校で日本語を教え始めた。東洋語学校に独立した日本語の講座が設立されたのは1868年のことであるが、55歳のレオン・パジェスを退け、20歳も若い31歳のロニーがその初代教授となった。1867年のパリ万国博覧会では科学委員となった。 1867年から翌年にかけて、幕府の特使として、栗本常雲がパリに滞在していたが、この間にロニーと深い接触があった。1873年に、第1回の国際オリエント学会議が開催され、ロニーはその議長を務めた。第1回の会議の目的は、日本語のアルファベットへの転写方法の研究。 科学の発展及び現状に関する日本と西洋との比較、日本と西洋間の科学協力の開始であった。この会議は、それまで外交、通商関係しかなかった、日仏両国間に学術上の交流をもたらすきっかけになったと考えられている。なお、この会議はその後も2、3年おきに開催されていたが、創立100周年にあたる1973年の、 第29回大会において、国際アジア、北アフリカ人文科学会議と解消されている。1886年、高等研究実習院における第5部門の新設に際して、極東宗教講座の准教授に任命され、以降は、東洋の宗教や仏教の講義を主に行った。ロニーの評価をめぐっては、語学力に疑問があり、 人物的にも多くの研究者と喧嘩をして、晩年は大変寂しいものであった。1914年8月28日、死亡。フランスの日本研究の第一人者であったが、生涯一度も日本を訪れることはなかった。ロニーは1859年に、フランス国立図書館で、マヤ文字で書かれた書物を発見した。それまで、マヤ文字の書物は、 ドレスデンコデックス以外知られていなかった。1883年にはさらに別の書物を発見している。1876年に中央アメリカ新幹文字の解読に関する論考を発表し、方角を表すマヤ文字を指摘した。また、月日を表す文字が音を表す要素を含んでいることを初めて指摘した。 これらの指摘は正しかったが、証拠から得られる範囲を超えて、憶測で解読を行ったために、批判の対象になった。ありがとうございます。